ご近所の皆さん、お買い物にお出かけの皆さん、こんにちは。日本共産党でございます。私、参議院議員の武田良介でございます。今年の夏戦われます参議院選挙では2期目を目指して全力で頑張り抜いてまいります。どうか皆さんの日本共産党へのご支援の輪を広げていただき、私を再び国会に押し上げていただけますように、そして日本共産党の5議席を実現させていただけますように心からお願いを申し上げたいというふうに思います。よろしくお願いをいたします。参議院選挙を戦うわけですけれども、今皆さん何と言ってもロシアによるウクライナへの侵略行為に抗議の声を上げなければいけないのではないでしょうか。今回ロシアが24日に行った侵略、ウクライナの主権を侵害し領土を侵略し、絶対に許されるものではないことはあまりにも明らかです。重ねて抗議をさせていただきたいと思います。その上、昨日は原発に対して攻撃を加えるということも起こりました。とんでもない話です。武力行使そのものも国際法違反で許されない上に、原発への攻撃もこれを禁じたジュネーブ条約に反してるんだと。国際法に違反するこういう危険な行為は何個許さない、繰り返し怒りの声を上げなければなりません。私はテレビでウクライナの女の子が涙をするその映像を見ました。戦争が怖いと、死にたくないと涙を流して訴える女の子の姿であります。ご覧になった方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。戦争を行えばどんなことが起こるのか、このことを私たちは今目の前で確認をしている。こんなことは直ちにやめようと、ロシアのプーチン大統領に軍隊撤退せよとご一緒に声を上げていこうではありませんか。国連では緊急特別会合というのも開かれて、ロシアに対する抗議、そして軍隊の撤退を求める決議が挙げられました。全国、世界中各地で市民の皆さんが声を上げ、戦争反対と今訴えています。皆さん、私たちもご一緒に声を上げるのではないでしょうか。しかし私、許せないのはこういう時に国会、一部の政治家の方、維新の会の方、こういう皆さんが日本ももっと軍備を増強すべきだと、核兵器までを保有すべきだと、こういうことを言い始めてることです。とんでもない話です。先ほどの女の子の話しましたけど、戦争を起こしたらどうなるのかっていうことを私たちは今実感してるから怒りの声を上げてるんじゃないですか。皆さん、岸田総理は国会で安倍元首相が発言をした、我が国に非核三原則はあるけれども核保有の議論もタブー視するべきではない、あの発言に対しそれは認められないと答弁をしています。岸田首相は、しかし核の保有を認めるってことは非核三原則踏み破るってことです。非核三原則は岸田政権が認めないからいいわけではありません。広島長崎の原爆投下という経験があり、繰り返す国民の反対の世論、そして国会本会議決議を重ねて確認してきた日本の国是であります。これを安倍首相の発言で覆すようなことは絶対にあってはならないのではないでしょうか。私は核兵器の問題考えればやっぱり核兵器禁止条約を思い浮かべます。あの核兵器禁止条約、国際的なこの条約の中ではものすごい速さで批准国が広がって1年前に発効したものですけれども、核兵器禁止条約は核の使用は当然ですけれども威嚇をすることも含めて禁止をしてるんです。ありがとうございます。
しかし日本政府は未だにこれをサインしてない、参加をしない、なんでなのかと。唯一の戦争被爆国日本ですから、核兵器禁止条約にサインをして、核も戦争もない社会を作りましょうと訴えることが、最も国際社会で説得力のある訴えになるんじゃないでしょうか。今こそこのことをやって、紛争は絶対に戦争にさせない、揉め事を話し合い対話によって解決する、その平和外交にこそ力を尽くせと、日本政府に対しても声を上げようではありませんか。私たち日本共産党は、このウクライナの侵略、ウクライナへの侵略やめさせるとともに、日本政府に対して憲法9条を守り、平和外交の力で国際世論に、国際的な平和に貢献せよと訴えていきたいというふうに思います。どうか皆さんのロシアによるウクライナ侵略許せないという怒り、平和な社会にしてほしいというその願いを、どうか日本共産党にお寄せください。私たち日本共産党、党を作って今年で100年、一貫して戦争反対を訴えてきた政党として、皆さんと共に力を合わせ、全力で頑張り抜く決意を申し上げたいと思います。よろしくお願いをいたします。さて皆さん、新型コロナはどうでしょうか。岸田首相は先日も記者会見で、1日の新規感染者数は減ってきたと、こんなことを言い始めました。しかし死亡者数、重症者の数、これは相変わらず増えてるわけです。そしてまた感染が減らないうちに次の波がさらに来るかもしれないと、そんな危険まで指摘をされています。岸田政権も検査体制の拡充を言ってきたけれども、第5波が収まっていた時に何をやっていたのかと、私たちは批判しなければならないし、医療提供体制の充実を図っていく、ワクチン接種の前倒し、もっとやっていく必要があった、厳しく岸田政権を批判しなければならないというふうに思っております。同時に皆さん、この新型コロナで私たちの暮らし、医療提供体制も本当に脆弱だったっていうことも明らかになったんじゃないでしょうか。非正規雇用の方がコロナを理由にたくさん解雇されました。シフトで働いている、例えば一人親家庭のお父さんお母さん、働くことができずにたちまち収入減収してしまう、生活ができなくなってしまう、そんな実態が浮き彫りになりました。これまで小泉構造改革以来続けられてきた労働者を守るルールを壊して、非正規雇用をどんどん広げてきたのが今の状況を招いてしまったのではないでしょうか。高齢化の社会になるんだと、ほっとけば社会保障費は青天井で増えるんだと言って、自然増削減ということを始めたのが、あの小泉構造改革でした。今全国でベッドが足りない、お医者さんが足りない、ケア労働者の処遇改善が必要だ、こういう政治を続けてきたから今の現実があるのではないでしょうか。私たち日本共産党は、ありがとうございます、このことを考えれば国民に対してもっと優しい政治にしなきゃいけない、ありがとうございます、働く労働者の皆さんを大切にする政治をしなきゃいけない、そしてそれはただただ困ってる人を助けるっていう話じゃなくて、そういうことをやってこそこれからの日本経済の発展もあるんだということを大いに皆さんに訴えたいと思うんです。優しくて、そして強い経済を作ろうじゃありませんか。非正規雇用で働く皆さんは障害賃金にしたら1億円近い賃金格差が生まれると言われています。だったらかつてのように非正規雇用じゃなくて正社員が当たり前、そうやって働ける社会にしようじゃないですか。首を切られるわけではない、将来への安心があります、賃金も上がります、そうやって働ける方が増えてこそ消費をする力も増えてくる、地域経済も元気になってくるのではないでしょうか。最低賃金を
全国一律1500円に引き上げる。そのために日本共産党は全力で頑張り抜きたいと思います。ありがとうございます。そして社会保障もそうですね。今物価が上がっていると、こういう中で本当に生活は大変です。しかし新型コロナでこの2年賃金下がったから年金額も一緒に下げようっていうわけなんです。おかしいじゃないですか。生活苦しくなって当然じゃないですか。年金を減らさない、当たり前のことです。物価スライドって言って、あ、賃金スライドって言って、賃金が下がったら年金も一緒に下げる、こんなことを自民党政治が始めてきたから、これをもう正さなきゃいけない。その上75歳以上の方の医療費は今年の10月から2倍にするんですか。もうこんなことはコロナ禍でやめさせようじゃありませんか。岸田総理が大丈夫だ大丈夫だと、感染者は下がり始めてるんだと楽観論を振りまいてますから、その気ないんでしょうけど、病院のベッドを削減する計画、岸田政権も持ってるんです。消費税を財源にして全国20万床の病床を削減、こんな馬鹿げた政治はもう終わりにしようではありませんか。社会保障充実の社会へ、皆さんと共に全力で頑張り抜きたい。日本共産党を頑張り抜いてまいります。よろしくお願いをいたします。優しく強い経済の最後に1点、皆さん消費税は 5% に下げようじゃないですか。消費税を下げることは中小業者の皆さんを支えていく大きな力になります。中小業者の皆さん、もう今年も3月ですね、また税金を納める時期なわけです。しかしこの消費税は赤字でも納めなきゃいけない。一方で黒字の大企業が主に納めている法人税どうですか。減税されてるんです。おかしいじゃないですか。消費税は増税されて法人税は減税だと、こんなことをやってるから貧困格差は拡大してきたのではないでしょうか。私たち日本共産党はもう一つ新しい提案を先日させていただきました。大企業が溜め込んでいる466兆円もの内部留保に課税をしましょうという提案で、アベノミクスの下で広がった、大きく増えた内部留保、2012年から20年の間のこの内部留保に対して課税をする、ちょっと工夫しましょう。設備投資をするのであれば、労働者の雇用を増やしているのであれば、その分は控除して課税しましょう。クリーン投資、いわゆる気候変動の対策ですね、そこにお金を使っているのであればその分は控除をしよう。そうして残った税収は中小企業の皆さんが賃上げに使える支援に回しましょうと。皆さんこれやったらどうでしょうか。広がってきた貧困格差是正する超合理的な提案じゃないですか。二重課税になるんだって批判される方もいます。しかしこの間アベノミクスで溜まってきたのは法人税下がってる元で溜まってきたんです。労働者の解雇しながら溜まってきたんです。十分課税されなかった分に課税するんだから二重課税とは言えないのではないでしょうか。皆さんこういった具体的な提案、堂々と提案をし、そして企業献金を1円も受け取らない大企業に対しても合理的に利を尽くして、この方向で貧困格差を是正しよう、このことを訴えられるのが日本共産党です。何よりこういうふうにやった方が日本中で個人消費が増えるわけだから、地域経済が回るわけだから、トヨタの車ももっと売れるようになるんじゃないでしょうか。キャノンのカメラも売れるようになるんじゃないでしょうか。日本の経済がもっと大きく強く成長していけるように、日本共産党は今の日本経済抜本転換を目指して頑張り抜きたいと思います。どうぞよろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。皆さん今年は参議院選挙です。今のこのウクライナの情勢を受けて憲法が、平和が問われる選挙になると思います。新型コロナの下で国民の命暮らしを守る政治に変えなきゃいけない、このことが問われる選挙になると思います。私たち日本共産党は国民の皆さんの命暮らし守るために全力を尽くして頑張ります。党を作って100年、
戦争反対を訴えてきた日本共産党、国民が主人公の政治を求めて一貫して頑張り抜いてきた日本共産党、この日本共産党への大きなご支援の輪を広げていただけますように心からお願いを申し上げまして、私日本共産党参議院議員武田良介からの訴えとさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。ありがとうございました。